今運んでいるのは何ていうやつですか？カラクサのセットバッグ、はい、一番先端につけるやつ。あ、そうなんですか、先端、はい。そうです、この既存のスレートの屋根の先端に引っ掛けて、はい、ここで引っ掛かるようになって、あ、すごい形がしっかり引っ掛かるような、そうです、くぼみができてるんですね。でここに引っ掛けて、あ、ポキンって入る感じ、入りましたね。こうやってあげれば取れないんで、あ、すごい、引っかかってくれちゃう。これをまずやってから上の屋根を張っていくんですか？そうです。この屋根の上で切っちゃうんですね。そうです、先に寸法を測って、はい、使う分だけ切ってあげる。切るのも切るのもめちゃくちゃ難しいですよね迷いがいっぱいですね。それで本体を吹き上げてみて、はい、で最後胸板金で仕上げて完了するっていう感じです。はい。もう引っ掛けてるんですか？そうです。下のここに。なるほど、この裏がこうなってる、あー、引っかかるようになってるんですね。引っかジョイントが全部バラバラじゃないですか、はい、それは意味があるんですか？下のジョイントとこうなっちゃいけない、はい、ダメなんですか？ダメらしいです。そうならないように考えながら、そうならないように、そうです、ずらしながら、へえ。それとこれ
これめっちゃ好きです。粉壺でしたっけ。そうです。一番下はさっきみたいに裂いて。そうです、なるほど。なんでかっていうと、はい、後でわかります。後でわかります。後でわかります。ちょっと難しくて。なるほど。この面が、はい、変な形してるじゃないですか。確かにここだけ出てますよね、はい、この、はい、軒先がこの先端の位置が2箇所にある場合は、はい、難しいな。なんで説明したの。なんて説明したらいいんだろう。後でわかるから。後で。後でわかる。完成したらわかりました。はい、こことつなげるためにとか。正解です。おー、やった。で、長さを合わせるためにこっち下を切って。そうです。なるほど。いうのも、はい、ここの長さの方が切るの楽なんですよ、短いから。なるほど。上切るってなったら結構な枚数切んなきゃいけないんで。そうですよね。後からしんどくなるんです。ここが昨日言ってた、そのうちつながる、つながったら分かるって言ってたところですよね。そうです。すごい。おお、ぴったりですね。すごい。めっちゃ気持ちいいですね。ぴったり。綺麗にいくと。すごい。これさっきつけた、はい、これがあるので、はい、この中水入ってもこれが受けてくれる。あ、なるほど。で、下に出るっていう。中に入らないように。ここがこうなってるんですね。はい、なるほど。で、まあ、空気だけはこの隙間から抜けて上の穴から抜けるような構造がそういう風になってるので、はい、全部違うんですか、構造って。まあ、なんとなく似てますけど、ちょっとずつ違うっていう。したところ。ああ、なるほど。こういう
感じで下になってる。はい。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。本当に笠間さんはずっともうフルで動きっぱなしの気を抜いてる瞬間が本当にないぐらいいつも思います。はい、ありがとうございます。今日もすごい協力してもらってありがとうございました。また何かあったらよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。